大丈夫ですか。今週も参ります。ニュースです、うん、はい、現場の刺身さんどうぞ。報道センターの刺身さんからニュース、あ、間違えた報道センターのサナパッチョさんからどうぞ。じゃあこちらから今日の妄想ニュースをお届けします。お願いします、はい、現場のサナパッチョさん、今週はいかがでしたか。今週は皆さん、あの勇者のイベントをやっていただいて、ワープなどどうでしたか。ワープゾーン、あのワープゾーン最初舐めてたんですけど、10月は ね邪魔ですね。なんかうざい、うっとうしい。ピュンピュンって結構うざい、思ってた以上に。入るだけでスピード減速しちゃって全然攻撃できひんみたいな。しかもなんかあの2体ワープゾーン生成器があると、はい、場面ステージに6個とかワープゾーン出たら、はい、もう何もできん、何もできん。なんか固定砲だとかっつって、うん、アーサーだって言ってた輝かしい歴史が、うん、なんか今ねちょっとね淀み始めてる。だって上にね乗ってる状態で、はい、もう動くものならもうあの吸引力でシュッ、ダイソン張りの吸引力で勢い殺されていく。そうでしたね、あれはね、はい、結構今後出るんですか。まあ、今週はワープゾーンウィークだとして、ね、はい、まあ、シールドとかきっとかな重ね技でくるんですよね。そうなるんですか、ちょっとそこは分からないんですけど、まだ分からないんですけど、まだ分からないんですけれども、このイベント中はちょっと出ておりますので、リットンのダメージウォールとの相性は最悪ですね。そうですね。出た瞬間ダメージウォールだった時の絶望。だからあれマルチプレイじゃなくて一人用で、時間待ってもスキップできないとか、うん、はい、結構終わってんじゃないですか。はい、はい、みんな苦戦されてますね。苦戦してますよ、大変でした、はい、そうですね、今週はそんな感じだったんですけども、はい、新しい、はい、そうですね、新情報としてですね、今回400万ダウンロード、おめでとうございます、突破いたしました、おかげさまで、ありがとうございます。素晴らしい、はい、その400万ダウンロード記念してですね、はい、あのいつもの曜日クエストで出る重心玉の家畜率が5倍きた。おー、いつからいつまでですか。期間は、3月20日今日だ。そうですね、今日、ああ昨日、そうですね、放送、この動画が公開される前日からですね。いつまで、まあ、15日から3月27日の23時50分。1週間あるんだ。1週間あります。あ、それいいじゃん。はい、それ素晴らしい。我々今はね、重心玉不足ですから。重心玉不足、もうね、慢性的な重心玉不足。学びが進んでできない。前回もやって、何も進化できん、うん、はい、5倍か、5倍、ね、結構ね、体感で落ちるようになるもんね、はい、5倍って言ったら。かなり分かりやすいと思います。それはいい話だ、はい、ただ今日金曜日は金曜日のなので、邪魔してる。スペシャル報酬として重心玉が出ない日になるので、まあ、土日、この土日にがっつり重心玉をゲットいただければと思います。3つぐらい欲しいな。そうですね、いや3つとかな、わがままな感じもするんだけどな。でも出る人は結構10個とか出てる人も、ね、いますよね。いますので、ぜひぜひどしどし曜日クエストを回していただけると。でもよくある質問ですよね、モンストをね始めた人は、うん、重心玉はどこで手に入るんですか、うん、はい、曜日クエストで、金曜日以外の曜日クエストで手に入ります。上級ですね、上級、うん、はい、で今は5倍、うん、5倍になってます。皆さんぜひともゲットしましょう。ぜひとも、素晴らしい。そしてさらに、公式ホームページの方ではちょっと公開、あのお知らせしてるんですけども、あの重心玉ではなくて新神かかったいを急遽今の今回のイベントにも追加させていただいております。ユーザーの皆様からのご意見があったので、うん、追加したという運びになります。で、あの今回その進化合体の絵を持ってきております。見ましょう。じゃあちょっと早速ですが、おお、すげえ、あれガッチェスいる、ガッチェスとロイゼ、ガッチェスとロイゼ、ガッチェスって使うんすか。ガッチェス星5なんですが、この子を5体合成したものとロイゼ5体集めないといけない。ガッチェス5体プラスロイゼ、ロイゼで、ほう、で、でこういうブレイブロイゼというかっこいい姿に進化します。緑と光ですね、緑と光ですね。なるほど、あらま、あらま、こんなことに。そうです、かっこいい。俺ガッチェス舐めてたわですね、ちょっとガッチェス集めように皆さんは奮闘していただけると。全然舐めてたわ、舐めてましたね。そうですね、っていうのとですね、まだあります、まさかのガッチェス、リン2
ああ、リン2。リン2、この子もレア度5。あれ、ここに爆連さんいる。爆連さん、このクマちゃんとヴィゼラーの狼ちゃんですね。この子、爆連は3体合成したものとヴィゼラー1体以上を合成したもの。ヴィゼラーは降臨ですよね。降臨ですね。ほうほう。で、これを合成、あと進化合体させると、うん、じゃじゃん、マーティカルリン2。かっこいい。ちょっとね、ちょっと闇と炎だいぶ変わりましたね。だいぶ表情も結構いかつくなった。なんか最初男の子か女の子分からへんぐらい。そう、だいぶ変わりましたね。これ女の子だと思って喜んでたところ、うんうん、メンズだったという。男の子ですか。これ明らかにこれ胸じゃないですか。そういうなんかちょっとそのやんちゃな表情からいきなりちょっとニヒルな感じに。かっこよくなりますね。女性から男性になったわけではなく元からも男性、ね、元からも実はこの子だったと。ムラリヒョンの逆みたいな感じで、ムラリヒョン進化前男の子かと思いきや進化したら胸めっちゃ大きい。確かに確かに。というのとですね、あともう一個ご紹介します。あ、はい、バクーレンの進化。ちょっとバクーレン活躍しすぎじゃないドカフィール。ドカフィール。あ、質問です、はい、水の像って書いてなんて読むんですか。水の像と書いて漢字で、あ、あれ今回の降臨の読み方、あの読み方、読み方なんですか。おっと読み方いつも難しくて。おっとサナパッチョわからない。おっとわからない。刺身さんまたお伝えします。水の像とか言ってなんて読むのか分からなかった。はい、はい、出た。で、この合体でですね、ドカフィール可愛いですよね。ドカフィール可愛いのがちょっとあら、大不魔王バクーレン、バクーレンの方に混ぜちゃった感じなんだ。ドカフィールもう消えちゃったよ。ドカフィールはもう象の名残、角だけや。角だけですかね。鼻なくなってもうたという大不魔王バクーレンになるという。私も 何体持ってるか。あ、そっかそっか。今だって今私ドカフィール今もう3体持ってます。おお、バクレン持ってるでしょ。バクレン持ってる。おお、しっかりだ。マメとあとこれ2体もいけばやった、いけんじゃん。いけます。強いんですか。ざっくりとしたざっくりとした質問ですけど、まあ、5まで進化する、このこれで進化するので強い。はい、いいルックスもしてる。はい、かっこいいですよね。メンテナンス中。メンテナンスというし、木曜日に収録してます。メンテナンス中でした。はい。まあ神化合体の進化後のご紹介で、もうすでにまあ進化させてしまったじゃないか。はい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 。どうすんねんと。方もおられると思うので、まあそのようなご意見もいただいておりますので。よくあるでしょうね、はい、きっと。今ちょっと絶賛その。進化したものを元に戻す、おもしくは進化したものを神化があったりスライド進化させることができるっていう機能を検討しております。どっちなんですか。なんか絶賛もう一緒に考えているところなので、もう出来次第お出ししますので、お待ちいただければと思います。はい、はい、皆様待ちましょう。はい、でゲーム内での、まあ新情報は以上なんですけども、うん、今一昨日木曜日、水曜日から爆速満検知という噂になっている。ヤフーとの、ヤフーとのこの子出た、ヤフーマーケットのモンスト特集というのを今やっておりまして、そこでこの子が今もらえる。私まだこいつ取ってないんですけど、まあ、こいつ何なんですか、はい、この子はですね、説明を、合成経験値が高いということ。違う、合成した時にスピタス10体分のスピードが上がるのと満検知1体分の経験値が上がるという両方上がる爆速満検知。あ、なるほど。はい。それをもらう方法は、そのもらう方がちょっとややこしいので、ややこしい、ヤフーマーケットの特集の方で詳細確認していただきたいんですけれども、ここでちょっと口頭でご説明できればと思います。まず1日 3時間限定でシリアルコードをもらえるっていうゲリラ方式になっているので、はい、その時間を確認する必要があります、うん、でその時間がヤフーのでこうモンストと検索していただいたときに、ここに本日16時から19時、モンスターストライク特集から限定モンスターがもらえるよみたいなのが書いてあるので、ここで時間を確認していただきます。ここですね。でこの時間になってりましたら、このモンスターストライク特集っていうところからモンスターストライク特集の中のシリアルコードをゲット
っていうところを押していただいてシリアルコードをゲットいただけると。1日3時間限定なので、その時間は日に日に変わるので、そこをまあ押さえていただいてゲットしていただくと。なので、2週間ですね、4月1日まで出てますか出てる。あ、そうですね、そこで今日は、木曜日なので16時から19時ですね、にこの特集ページに行くともらえるんだ。行くと、はい、この赤いシリアルコードをゲットっていうのが出てるので、ここを押していただいてゲットいただくと、シリアルコードをゲットいただく。なるほど。爆速満限時、爆速満限時1体だけですか。1日1体なんです。え、1日1体1日1体なので、マジで14日間毎日、え、嘘、14体。そんなすごいな。最大何やってんすか、モンスト。なのでスピードが足りないという方はぜひぜひこのチャンスに爆速満限時を。すごい、すごい、毎日毎日1日1体最終日はいつですか。最終日は4月1日今月いっぱい。はい、今月いっぱいプラス1日、4月1日の終わりまでなので、ですね、へぇ、はい、ぜひ毎日モンスト特集を見に行っていただけると。ヤフーでモンストと検索、はい、で、あ、もう一応一番重要なのがヤフーアプリからじゃないとシリアルコードはゲットできない。なるほど。あれ、このページからは、サファリからじゃダメなの。サファリからは時間を確認できるんですけども、 PC でもあのスマホでも確認できるんですけども、シリアルコードをゲットできるのがヤフーアプリからのみになるので。なるほど、ね、ヤフーアプリから。なるほどね、行ってください。なるほどね、やってくれるな。お電話かけます。はい。という爆速満限時のお知らせと、はい、あともう1点、はい、19日にファミツ iPhone、 お、表紙がモンストだ。表紙がすごい、皆様のおかげさまで来てるモンストという、ちょっとかっこいい、目黒さん、カドマンさんというような、はい、で、まあ、ちょっと関東で10ページほど特集をいただけているので、ぜひぜひというのとですね、今回まあシールもついていたりだとか、ここでしか手に入らないこのシール、よくついてますよ。まあ前回1回つけました、はい、で2回目なんですけど、今回この限定のロリポップちゃんというキャラが、ちょっと詳しくはこちらを見た方がいいですね。この超絶かわいい、かわいい、かわいい、欲しい、ロリポップだ、ロリポップちゃん、へえ、かわいい、がここで手に入ります。はい、これのステータスとかって、あ、ステータスもちょっとこちらに載ってるんですけども、前のあのベイビードール F2 強かったですね。ベイビードール F2 も強かったですね。この子も結構スピードが速くっていいです。欲しい。で、1冊あたり1個最大10冊買っていただけたら10個まで上がるんですか。はい、この間の F2 は上がらなかったですよね。そうですね、うん、上がるので、うん、ぜひ構成などして、あ、ここですね。ちなみに、はい、ステータスとか書いてない、書いてない、書いてないですね。ちょっと、まあ、進化後の写真も実はここにめっちゃ可愛い、可愛い、こっちの方が可愛い、可愛い、こっちの方が可愛いという感じでございます。ちなみに、はい、前のベイビードールは、はい、あのベイビードールのラックを上げるのに F2 じゃない非属性のもともといた方を混ぜるとラックが上げれるっていう感じだったじゃないですか。そうです、そうですね。これのラックを10以上上げたい場合は、はい、誰を混ぜたらいいですか。この子はそうですね、ここ限定なので最大10に、最大10になりますね。なるほど、はい、ここで申し訳ない、マミルトンの何かを飲み込んだか、今飲み、すみません、飲み込ませて、ロリポップをなんかあるのかなと思って、ちょっと可愛いんで、ぜひ可愛いですね。これはいつ発売でございますか。これは19日に発売されているので、あ、もう発売済みだ、はい、済みなので、ぜひぜひ他にこうチェックしてみてください。どうぞどうぞ。はい、なんで今回の新情報はこれで以上になります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして中村さん、はい、いかがでしたか、一言ください、はい、CM からちょこちょこモンストをやっていて、ちょっと新情報かなり有力なもの聞けたので、とても嬉しいです。 ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ以上で終わりましょうか。はい、ではまた来週。